ビギュー。はい、今日なんですけど、はい、成城高校とバックアタックゲームやっていきたいと思います。よっしゃこれはもう定番企画になってるんですけど、はい、今日はエースの2人、細川君と東君に来ていただきました。はい、ありがとうございます。本当にお二人は、もう高さが3m40、3m35、配達もう今までのそのスパイカー陣で言ったらトップレベル、この二人は高さで言ったら多分一番でかいと思う。高さが高いぐらい多分強敵になるんですけど、はい、今日はこの二人と戦っていきたいと思います。はい、自信の方はどうですか？あんまりない。あんまりないあんまりないよ。高さくん、めっちゃ緊張してる。あ、緊張してる。今大丈夫。今オープニングでずっとお尻触りやったけど、ずっと無視されたごめんね。大丈夫ですじゃあ、東君の攻撃力で勝ちます。おお、いいね。さっきスパイク見たけど、二人の攻撃力エグかったよ。やばかったよ、すごいぞ。いや、まあどういうバトルになるかちょっとわかんないですけど、はい、僕らもね、バチバチに戦っていきたいと思います、うん。で、ルールは、21点で1セットマッチ入ります、はい。で、バックアタックゲームなんで、あのフロント、フロントというかアタックライン内、3メートル以内は全部アウトになります。で、それ以外はもう全部インで、攻撃とかフェイント、スパイク、なんでも OK、 ジャンプタッチも OK、そういうルールでやっていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。楽しいですね、楽しい。はい、はい、じゃあ
はい、沖縄の人はもったいないよ、なんか修正して修正。ここ一歩ね、ここ一歩。
こっから出たいね。開幕からもうギア上げてもらったから、この高さで生きていけば、この先の前の長い。いけー！よっしゃ、いいよ、いける、絶対いけるよ。ボンミスなしでいこう、だからあれやな、ミス先方の話やな。攻撃力エグいな。攻撃力やばい。めっちゃうまいです。ナイスケビン、いいね。